皆さんこんばんは、みとくです。今回はファイナルファンタジー15のダウンロードコンテンツエピソードグラディオラスをやっていきたいと思います。いや、久々ですね。 FF15 発売から半年まだ経ってないぐらいか。でももうすぐ半年経つというところなんですけれども、ダウンロードコンテンツのエピソードを買うのはこの FF15 のグラディオラスが初めてとなります。で、まだイグニスとプロンプトのエピソードは配信されていないようなんですけれども、ついさっきグラディオラスのエピソードが配信されていることを知って、まあ多分グラディオラスの配信からもう1ヶ月ぐらいは経ってしまってるんですが、すっごい気になってるのでやっていきたいと思います。エピソードグラディオラスいきます。わー、すごいかっこいいグラディオラス。どうしよう、かっこよすぎる。ちょっとね、FF15 自体久々なので操作がねちゃんとできるか不安なんですけど、難易度は一応ノーマルでいきたいと思います。飯うまかったぜ。それはよかった。将軍と行動していたそうだな。ああ、あのさ、その新しい傷、これが盾の次は横とか言ったろ、箔がついたって。さらに柄悪くなったよな。何があったか聞いていなかったな。長い話になるぜ。グラディオラスか。俺にかけたんだろ。荒れてるな。テルパに着いたのか。ダイナーにいる。そうか、急にすまねえ。いや出発の準備はできている。お前の方は、心の準備はできてるさ。すぐに行く。来たか。ご注文は？ああ、いいんだ。すまねえな。もう一度聞いておく。本気で牽制に挑むつもりか？今の俺じゃ、帝国の将軍にまるで歯が立たねえ。力がいる。試練を受けたい。聞いているのは、本気かどうかだ。回りくどいぜ。だから連絡したんだ。舐めてかかれば死ぬ。剣聖ギルガメッシュがいるのは遺跡の最深部だ。30年前にあの場所が発見されて以来、調査に入って帰還した者は誰一人としていない。危険な場所だ。だがかつてあんたは帰ってきた。ただ一人な。出発だ。王の盾たる覚悟。仲間たちには何と言ってきたんだ？詳しくは話してねえよ。変に心配されんのも嫌だしな。弱みは見せられんか。行きますか。なるほど、王の盾としてもっと役に立ちたいと。グラディオラスは一人で試練というか
修行に出ていたわけですね。修練の道、遺跡の最深部を目指す。覚悟はできてんな。もう戻れねえぞ。うわ懐かしい。グラディオラス操作ということですが、すごい懐かしい。もはや操作がちゃんとできるかが心配。これはひどい。動きやがった。嘘嘘嘘嘘。来るぞ。来るの？来るの？待って、ちょっと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 。いきなり？いきなり？もらって何者だ？ほら。ここにいるものは。ちょっと。すべて試練を待つ元帥と同じ。はい。暗い魂。え、ロックオンってできなかったっけ？かろうじて鎧を吸い寄せて。ロックオン。魂。王の盾の試練を受けに来た者へ。正しく力を受け継がせるために。彼らは古きルシスの兵だ。死してなお忠義を尽くし続けている。そうか、胸を借りるには申し分ねえ。あー、でももともとグラディオラスって強いから。あよっ、いっぱい来た。はい、ガードできてない。ガードしたい。私はガードをしたい。ジャスガジャスガジャスガ。よし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 。パリ出ないね。でもガードできてないのかな。これってアイテムとかってどうなんだろう。あ、ちなみにですね、ダウンロードコンテンツ、ゴールデンチョコボデガリアなんちゃらみたいなのも買ったんですけど、ちょっとここでは お披露目する機会がなさそうな感じがしますね。すごい可愛かったんですよ、チョコボの、ゴールデンチョコボのね。50円だったんで買っちゃいました。甘い。全然ガードできてない。よし、今できた。今タイミング最高に良かったよ。今のガードは良かった。自分で言うのもなんですが。よいしょ、やったー、強いグラディオラス。あ、この先ですね。進む。おー、ダンジョンってか、これ何なんだろう。カメラ写真撮影できるんだ。あ、すごいすごい。あ、こういうこと。へえ、この操作じゃない、この機能なかったですね。ポーションアイテムとかはちょっと見てみようかな。あ、アイテムとかはこんな感じなんだ。持っているアイテムの確認と移動中に使うバトルアイテムの並び替えができるメニュー。なるほどね。アイテム全然持ってない。お、ここ降りんのか。いきますよ。おお、滑る滑る滑る。これジャンプはできないわけだ。この体勢からジャンプはできない。わあ、とんでもねえのが出てきたな。やば、超でかい。これ第一関門ですか。よっ。はい。あ、毒の木、毒の木。テンペスト使っちゃうもんね。将軍、続いてくれ。テンペスト。面白い。どうや。テンペストでだいぶ減ったんじゃないか。はい、入れたからね。あ、ダメだった。しくった。うわ、赤くなったよ。赤くなったということはだいぶもう、あららららら。赤いね。バッカタック。なんか来るよ、なんか来るよ。ガードガードガード。よしよしよし、来る。ちょっと遅いか、ちょっと遅いか。タイミングがすごい難しいぞ。こんな難しかったっけ。あ、ガードブレイクと呼ばれる敵に有利な状態があります。この状態の敵から受ける攻撃は
四角を押していてもガードすることができずダメージを受けてしまいます。やばいじゃん。あ、これか。今のがガードブレイクか。それはまずい。それはもう一気に畳みかけて押すしかない。そうだ、あんたが剣聖ギルガメッシュか。試練に何を望む？力を得る、それが望みだ。そうか。え、うまずるい今のガードできてない。え、ギルガメッシュでいきなり戦うの？この人がラストボスなんじゃないの？ここのマジでか。死んじゃう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 。え、これどうやって回復するんだっけ。死ぬ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 。あー、なんかカメラが発動してしまう。ショートカットで、ちょっと待って、ポーション、あれ使えないの？え、回復使えないとか聞いてない。マジで？だって全然あれじゃん、減ってないじゃん。あっちゃー。試されるのは力だけではない。強靭な肉体と精神を私に示せるのか。選ばれし王と同じよう生きる者よ。俺はうっ、世界が終わろうとしている。王と王の盾は人々の運命を背負うのだ。その資格、その覚悟なき者にはここで消えてもらうが。まだ初っ端だぜ。終わってたまるかよ。ならば進め、死に物狂いで前へ。おお、覚悟はできてんだろ。挑戦は許されたようだな、剣聖か。そう呼ばれるに足る相手だ。退治するときは心しておけ。わかりました。めっちゃ強かったよ。ポーション全然持ってないしさ、使えなかったポーションが。ポーション使えないのきついなっていうか、あれを最終的に倒さなきゃいけないっていうことですよね。倒せるのか、はたまたこれ回復できるのかな。回復って十字キーで使えなかったっけ。あ、使えないんだっけ。回復使えないんだね。どうすんの、この体力で。こんな少ない体力で。ところどころで疲労ポーションとかいつ使うの。今じゃないの、今ポーション使い時じゃないの。これ将軍、あれ将軍で合ってるかな。この人どこまでついてきてくれるんだろう。もはや回復の仕方すら忘れてしまった。一休みすか。あ、もう一休み、ちょっと早くない？あ、休憩できる、やった。わ、さすがカップヌードル、カップヌードル好きですね。美味しそう、ビッグじゃないか。この先も気を引き締めていけ。相手は元警護隊だが容赦はないぞ。厳しい先輩方の試練か。あ、試練の意味が気になるにしておきます。弱いやつを盾とは認めねえってことか。
弱ければ命を奪われる。身の程を知らずに試練を受けた愚か者としてだ。当時の俺はどこか弱かったということだ。生かされたってことはどこかは盾として合格したんだろうな。今となってはわからん。よし、行こう。行きますか。ちょっと今となってはわからんか。周囲には気を配っておけ。わかってる。了解。いや、こんなとこに行っていたとはね。あ、来たー。なんすか、スケルトンとかサンダーボムやって。おー、おー、来たな。おれ、うらー。後ろから攻撃した方が絶対いいよね、これ。後ろから攻撃して、ちょめっちゃガードしてるんですけど。いや、急ぎでしょ。ちょっと何これ、この量おかしいよ。構えろ。これ先輩どこですか。あ、でも減ってきた。よしいいぞ。先輩のお力なしでは進めないことが分かりました。強いな敵。いや、強いんじゃない、多いんだ数が。そうだ、単純に数が多いだけだ。レベルも今グラディオラス24ってなってたんで、どの辺にの時に行ったんだろう。あ、一回グラディオラス一人抜けた時がありましたね。その時かな。見事な腕だ。本当ですか。闇と戦うにふさわしい。だが試練を乗り越えられるか。それは分かりません。ちょっとノーマルなんで自信ないんだよね。一応 FF15 はノーマルで全部クリアはしたんですけれども、なんせ久々なんでね、なんかよく分かんなくなってるタイミングとか、ジャズがもう全然できないもんね。なんだ、なんか光るよね敵。なんかいろんなゲームとさ、なんかいろいろとごっちゃになっちゃうんだよね。いやー楽しい。もうどうせだったらそのグラディオラスがいなくなった時にこれを間に挟んでやりたかったな。こっちか。ほんとね、イグニスとプロンプトのあのエピソードもすっごい楽しみで、いつ配信されてるんだろう。リーパー多くない？甘いぜ。パリー出ないぜ。パリーに反応ができない。なかなか出ないから。てや、そうか、なんか違うなって思ったら、あの、なんだっけ、シュンって飛ぶのがないんだ。そうだ、それがなかった。回避ガード、攻撃くらいしかないのかな。オッケー、ポーションをいっぱい拾って最終戦に備える。どっち行くんすか。あ、こっちか。マップが右上にあった。わあ、兵士の首がないよ。これダッシュどうやんだっけ。ダッシュできないのかな、グラディオラス。お、ハイポーション、なんか押すとダッシュできたような気がするな。あ、これか。あ、違うな。あ、これだ。 OKOK 丸ボタンでダッシュ。こっち触る。なんだ、試練の間だ。自分一人で超えてみせろ。コル先輩行かないんですか、この先。
か。え、ギルガメッシュ挑戦者よ。じゃあ、え、ギルガメッシュ、ネルガン、我が試練を受けよ。力を授けよ。マジかい、マジかいな。スケルトン邪魔だな。あ、これスケルトン永遠に湧く感じか。もうあれじゃん、スケルトン邪魔すか。オッケー、テンペス、テンペス、どうじゃ。ヘビーストライクも使ったぞ今。使った？使えてないか。よし、避ける、避ける、全力で避ける。うおー、攻撃攻撃、ヘビーストライク出たか。ヘビーストライクが出たのか今。あぶねえ、そんなの当たったらひとたまりもないじゃないか。気をつけなさいや。よいしょ、避ける、避ける、回避回避回避、大事回避大事。やばい、食らっている、難しい。さすがに試練だけある、試練らしい難しさ。よし、リーパーもうすぐ倒せるぞ。よし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 、いいぞ、リーパー OK、 取るや。はい回避、はい回避、早めの回避。パリー、あー、 なんでパリーを押せないのだ。で、出ても押せない、つらい。パリーが押せないのはつらい。いいよ、3ヒットぐらいでもう回避の方がいい。痛い、もろに食らってる。スケルトン起き上がってる。あ、でももうすぐもうすぐもうすぐもう、毒の霧やめろし。よいしょ、6ヒット、それ痛いよ結構。バックアタック、テンペスト、ヘビーストライク、全部使った、全部使ったぞ。ネルガンさんやめろ、毒の霧、うわ毒の霧すごい効くな。バックアタック、はい避ける。はあ、グラディオラスの歩き方がもう疲弊しておる。え、ちょっとずるくないそれ、やば、死ぬんですけど、死ぬんですけど。回復使えないのこれ。よいしょ、回復使いたいな。あー死んじゃった。ゲームオーバーになる前にグラディオラスの最大ヒットポイントがゼロになりましたが、この直後に戦闘不能を回復するアイテムを使えばそのままバトルに復帰することができます。 R2 プラスアイテム表示。あ、そうか、これで使えたんだ。わ、フェニックスの音が1個しかないよ。ここで使っちゃすごいもったいないけど。あ、あれでも使えてたかな。どうだ、もうちょっとだったのにな、もったいないことしちゃった。フェニックスのはダメだろう。バックアタック、よいしょ。でも多分そのうちどっかでまた拾えるよね、フェニックスのは。いや、もう全然クリア無理そうだったらもうイージーにしちゃうしイージーにしちゃってでもクリアしたい。オッケー、鬼か、強かったぞ。取り巻き多すぎだわ。我が力を受け取るがよい。強力なガードを習得しました。牽制ギルガメッシュの攻撃を防ぐことができます。また強力な攻撃をガードした時でもその場から弾き飛ばないようになります。盾ならば何があろうと膝をつくな。かっこいい。力をくれたのか、ありがとな。やりましたね。ていうかやっとアイテム使えるようになった。ジレンは突破できたようだな。牽制に臨む前にそうして力を備えるんだ。まだ先にも試練はある。オッケー、気を抜くなよ。アイテムの使い方完全に忘れてたからな。あ、やった、フェニックスのよかった。まあちょっとこれでちょっとずつギルガメッシュに近づくにつれて、なんだろう、戦い方思い出していく感じでいけたらいいなと思います。先受け。
最後まで動画をご覧くださった皆様、本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらをクリック、そして最新の動画がこちらになります。ぜひ他の動画もご覧ください。そしてツイッターもやっておりますので、動画が上がった際のリツイートなどなど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、みとくでした。